間違いない。松江市教育委員会、こうも言ってますね、うんうん。平和への願いなど作品に込められた趣旨は高く評価していると。いや、これはもう、これ口実ですね。で、教員が指導して平和学習の教材として使うことは問題ないが、過激な描写が含まれており、子供が自由に読むことについては疑問がある。いや、もう全然この言い方はバラバラの言い方やね。だから何の問題もないというふうに言えばいいわけよ、うん。子供が自由に読むことでいいわけですよ、何の問題もないよ。過激な描写があっても、うわ、嫌だわねっていう、嫌だな、っていうことを覚えて人間っていうのは育っていくんだよ、こんなことしたらあかんねえでって先生もそれで教えるんだよ、こうなんだってそれで先生も紐解いて説明できるわけですよ。で、子供たちはやっとそのここに書かれてる、漫画の一コマの意味を知るわけです、だから教育材料としては全然もう評価されて当たり前のこと、そんなこんな委員会の言い方自身がもうバラバラだこれ、おとぶきお前言いに行ってこい、それお前。いや、これほんとに。おかまの言とかガタガタ言ってないで、お前は。いやいや、これは本当に由々しき問題ですよ、これは。もうちょっとほら言ってみなさいよ。もうちょっと言ってみなさいよ。うん、いや、だから、この、松江のこの教育委員会にね、いや、そのほら、クレームをつけた人は、まあ、いるでしょう。ただ、こういう時代だと。クレームつけたのかどうか知らんよ。まあ、それ絶対。委員会の奴らが、言い出したのかもわからんね。もうちょっと言ってみなさいよ。言えよ。もうちょっと。この件に関しては本当怒ってますよ。あ、そう、珍しいわね。禁断のラジオが一番怒ってる。ふざけんなと。うん。松江。あ、松江って言うとやばいな。松江の人に言う。松江の人じゃないよ。松江の人はいい人だけど、この教育委員会の一部のね、この判断したやつ、出てこいと。じゃあ